東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会森会長の女性別紙発言をめぐり東京都と IOC 国際オリンピック委員会が批判のトーンを強め組織委員会と足並みの乱れが生じています政府も交え17日で調整していた4者会談について小池知事は欠席を表明しました組織委員会は明日の臨時会合で問題の収束を図る構えです今ここで4者会議をしてもあまりポジティブ ポジティブな発発信にはならないんじゃないかと思うので、私は出席することはないと思うと発言した小池都知事ですが、えー、このあたり藤井さんこれどうお感じでしょうか。いやまずこれ多分ね、はい、僕と何こと思ってる人いっぱいいると思うので、まあ一応言っておきますとね、ええ、気持ち悪いと思いますあはい。 ええ。もうこれだけね、伝わる方には、あのー、ええ。テラジャンさんにも伝わったように思いますけどね。ええ、はい、ええ。<laughs> っていうのがまあ、まず第一ですよね。はい、で、ええこれ、ポジ、4社会議をしてもあまりポジティブな発信にはならないんじゃないかと思うって、何を言ってるんですかねなぁ。あは何なんですかね、ええ、そんな変な。 おじいちゃんがいるようなところで何言ったってみんな聞いてくれないわよってことなんですかああ、そう、そうとも取れますわね。あるいは私はもう出ちゃうと切れちゃっていろいろ言っちゃうかもしれない、えー、ポジティブな発言にはなれないわよってことなんですかね。はい<ー>。ちょっともう、いやだからこの森さん批判ある種マイナスエネルギーがあるわけじゃないですか。えー、このエネルギーに乗っかって票を伸ばしたろう、人気取ったろうという動機以外僕には残念ながら見えません。ええー。 うんこれでなんかポジティブなことを発信しようとして、ええ、あのー、やめますって言ったようには僕には見えません。ええ、あまた人気取りしとるわ、こいつって僕は思いますた、はいまあ。視聴者、聴取者の皆さんはいかがお感じだったでしょうかね。ええ、はい。さあ、それではここからですね、藤井さんにこのテーマで話を聞きます。消費支出が過去最悪。消費税減税で回復なるか。 総務省が発表した去年の家計調査、1世帯あたりの月の平均の消費支出27万7926円と、物価変動を除く実質で前の年に比べ5.3%減少しました。 新型コロナウイルス下で減少率は比較可能な2001年以降で過去最悪となっています。去年春の緊急事態宣言中を中心に旅行、外食などの消費が抑制され、金額では15,453円減っています。減少率は消費税が5%から8%に上がった2014年を大幅に更新。単身世帯を含む総世帯ベースでは6.5%減となりました。 藤井さん、こういう結果が出ましたね、うんまあ、それだけ政府が何もしてないってことですよね、あはい、まあコロナでなったのにほったらかしたからっていうのと、はい、それからやっぱりみんな忘れてますけれども、2019年10月に消費税10%に増税してますからね、はい、まあその影響も当然あるんですよ、去年度だからね。はい その、一昨年度に上げられて、その影響が去年度出てるっていう、10%消費税、増税だけでもね、東日本大震災以上の、まあ、ショックがあってね、はい、そこにコロナが来てるわけですから、もう、地獄のような、えー、もう、だから、洪水が起こって高潮が来たようなもんですから、ね、もう<ー>、もう、むちゃくちゃになってるわけですよ。えー だからまあ、必然的にこういう結果になるでしょうね。で、洪水があって高潮が来たのに復旧復興全然してくれないみたいな、はーはーそういう惨状に今日本経済があるのでね。えー まあ、こうなんありますよね。そうなんですね。うん、えー、二人以上の世帯の項目別を見ると、不要不急の外出自粛が呼びかけられた影響で、航空運賃が76.1%減、鉄道運賃60.9%減、うんね、大幅に下がってますね。あと、外食産業、営業自粛を求められ、飲食代53.9%減と、お酒の席を伴う飲食店が、特にですね、打撃を受けています。また、新しい生活様式のもと、人 が密集する娯楽施設客足が鈍り遊園地67.7%減映画演劇などは63.2%減と低迷しました経済対策として消費税減税の声も上がる中菅総理一昨日の衆議院本会議で消費税について社会保障に必要な財源との従来の答弁を繰り返しました同時に新型コロナウイルスなどの影響で納税が困難な方は今後 も既存の猶予制度が利用可能として個々の事情に応じて引き続き柔軟に対応するとも述べていますこの答弁ですが藤井さんいかがでしょうかだから復旧復興してくれ<ー>いなはい。する気ないぞ言うてはるってことですよね、えー、で社会保障はの財源だとか言ってね、えー、も,うもうめちゃくちゃですよもうこれ5%消費が下がってるんですからねはい。 あの、これゼロに戻すためには、だから5%の消費減税をやったらゼロに戻るわけですよ、はいで。しかもゼロに戻ったところでね、もともとドデフレだったわけですよ。はい。だから5%に落とすだけだったら、前の、 普通のデフレに戻るだけで、今最悪のデフレ状況がね、普通のデフレに戻るだけで、ええ、でデフレだったら結局税収下がりますからね。はい、経済も成長しないから、成長させるためにはもう、最低でも3%に戻すべきですよね。はい、で、ええ、そこまで行くんだったら、らもうなんか凍結ですよ。ええ、消費税をもうとりあえずあっさり凍結しなさいと。そ、ええはい、うん、そしたら本当に経済はね、本当に上向きますよ。ええ、本当の意味で上向いてって、うん で、ちゃんとしっかり経済が温まるまで0%にしといて、だ軽減税率っていう制度が今あるのでね、はい、あの、特定品目軽減税率2%ってやってるじゃないですか。ええ、それを全品目軽減税率10%ってするんですよ。はいで。そうやって、ええ、で、経済がちょっと良くなったら、それを軽減税率幅を10から8にして、はい、で、もうちょっと良くなったら8から5にして、で、もうちょっと良くなったら8から3にして、うん、で、もうちょっと良くなったら3から0にすると。ええ、そしたら、えっ、ー、と、3、5、8、10ってなってくるでしょ、ええ まあそういうふうにやったらいいですよね。えー、でもまあ、大体僕が言うようなことって政府は興味ないですからね。はあはあ、だって、この国を救おうと思ってる人間には興味があると思いますけど、はい、救おうと思ってない人たちですから、えー、なんか藤井誘ルは十だけの話ですからね。えー、何を言だってまあ無理なんですけど、今のままの状況だったらね。はい、だから、まあ彼らが心を入れ直すか、 まあ、政権が変わるかですよね。はあはあ、どっちかしかこの国は救われる道はまあないですよね。えー、今、藤井さん、やはりこの消費税減税よりも消費税凍結。うそうですね。えー、だから減税って言ったらだいたい5%ということになりますからね。それで行くと、だから元の,あのデフレ状況が戻るだけですから。はい、それでは成長できないので意味がないんですよね。えー、コロナ禍だけじゃないので、我々は。はい、あのデフレか10%増税か。 コロナ禍っていう、トリプルパンチが来てるわけですから、これを全部跳ねのけるには、もう凍結しかないですよね。はい、ええ。絶対凍結です。で、まあ、景気が上向いてきたときに、また少しずつ、うんそうです、先ほどね、先ほどおっしゃったような感じですね。そう,そう,そうやっていけば、はい、いいですよね。そういうふうな、なんか日本人のことを考える政治家が政治やってもらいたいですね。あ はい。えー、うん、さて、帝国データバンクが、えー、発表したですね、景気動向調査によると、今年1月の景気指数、前の月に比べて1.1ポイント減っています。2ヶ月連続で悪化。緊急事態宣言の再発令などで、個人消費関連を中心に落ち込んだことが要因です。帝国データバンク、今後の景気は一時的な後退は見られるものの、ワクチン接種の開始による経済活動の正常化に向けた動きに加え、自宅内 消費など新しい生活様式に対する需要の拡大アメリカや中国など海外経済の回復などをプラス要因に春頃を底として緩やかに上向いていくとみられるまあ、こういう分析をしているんですがこの分析は 藤ジさんいかがですか,うかこういうのも100があって一理なしのようなものでね。はい。今僕が先ほどから言っているのはね。はい。100落ちましたと、例とえば。はいえー、これほいで、2位伸びました、2位伸びました、2位伸びましたっていうのが続いて、えー、あ、伸びてますって喜んでるアホと一緒ですよ。百100落ちました。 落ちた分が98になりました。96になりました、ね。まだ96残ってますっていう話をしなあかんわけですよ、ねえー。はい。でも景気動向って全部前期比でやるのでね。えー、だからね、そればっんかり見てるアホはね。はい、<laughs> だから、100落ちました。しんど、はい。あ、2伸びた。嬉しい。2伸びた。あ、回連続伸びて、前1回落ちただけやから、2回連続伸びたから、えー、よくなったな。えー、いや、お、ま、前、あ、96下がっとんね、お前。 まずどんと落ちたところから見なきゃだめだってことなんですね。そうなんですよ、だから、絶対値で見るっていう癖をね、日本人はつけないと、さっきの朝日新聞はね、成長率のグラフだけ載せてると、みんな、これイリュージョンですよグラフの書き方によって、縦軸に何を持ってくるとか、そういうので、もう見え方が全然違うってことなんですねその見え方もそうだし、その発想に基づいて、こういうデータバンクの景気動向とかっていうのが出てくるんですよね。うん 最悪ですよ。よそしたらもう景気、あのー、どうこう良くなるんだよとりあえず日本の GDP10 兆円ぐらいしたらいいんですよ。はい。めっちゃ伸びますよ、そっから。えまた伸びた !2 倍になりました !3 倍になりました、はい だから、490兆落ちとんねん、お前。えーえー、そ,うそうですね。ええー。もう、アホ、アホすんのやめてくれ、アホ、えー。で、いそう、ね。アホ連発ですね。うん、ええー。だけど、藤井さんね、これコロナ禍で、まあ、残念ながら落ち込んでしまったこの消費マインドですよね。うん、消費しようという気持ち、うん、これ回復させるってのは、まあ、なかなか大変なんですかね。だから、凍結がいいんです、ね、そうなんですね。 消費税凍結、えー、ってのはいいですよ。えー、これね、もう今僕ら徐々に明らかにしてますけども、GoTo トラベルってね、まあ、あれが感染拡大に寄与したかどうかって、はい、僕は寄与したという証拠は全然ないっていうか、寄与してないと思いますけどね、えー、ほとんど。いいとは可能性はありますけど、えー、まあそれちょっと置いとくと、はい、経済にはね、すごい傾向がやっぱりあるんですよ。えー、あれで助かってる人いっぱいいるんですよね。はい、まあ,あれでは僕は全然不十分だと思いますけど、GoTo ものっていうのはね、やっぱりね、 そこを刺激はするんですよ、えー、だから消費税凍結だと<ー>全ての消費に10%の給付金がつくんですか、はい、そういうことですもんね全ての財とサービスが10%オフになるんだから、えー、100円のものも 10%10 10円安なるし100万円のものも10万円安なるんですよ、はい、もうみんなめっちゃ空前の消費部分ですよあの消費税が10%になった時のショックの逆ですよね、うん、すよ喜びっていうことになるそうでわけですからね 恨みつらみが全部ぶっ飛ぶんですから<ー>日報をだめした元凶なんだからそれをドカンってどかしたら、ねえー、もうめちゃくちゃ景気よくなりますよ、うん、もう誰でもいいからやって、はい、山本太郎でも何でもいいからもう <laughs>、はい